ジボスクラール・カロリンです。フランスから来ました。ハルスワです。マダガスカルから来ました。エンジです。中国から来ました。東京とか行ったら、その人がいっぱいで歩きづらいんです。札幌にはそんな感じは全然しませんで、都会の便利さも含めていて、そこはちょうどいいだと思います。从法国来的卡罗琳，在札幌生活两年了，希望成为漫画家的她，选择札幌作为学习日本流行文化的地方。子供の頃からその漫画アニメだとかの興味がすごく強くて、ずっと子供の頃から憧れていました。漫画を勉強して漫画家になりたいんです。札幌に住みたいんです。できるだけ。札幌是人口超过190万人的大城市，是一个充满现代感的绿色城市。与日本其他大城市相比，房租和物价都相对便宜，可以降低生活成本。The city is really green, and no trash is on the street. The air is good, air quality. 札幌は本当に綺麗ところだと思いました。いろいろな行事とか祭りも行います。例えば雪祭りは。札幌是一个刺激的、富有魅力的城市，因为在市中心聚集了很多充满时尚气息的商店，还有大型购物中心，可以享受购物的快乐。在这个大城市，地下街和地下道路四通八达，地铁和有轨电车等公共交通工具也很发达，这些会让你的生活更加便捷。当然，札幌的魅力绝不只有这些。I like the environment. People are really friendly, and it's a quiet place. The food is good. 是的，美食。札幌有很多好吃的东西。I love sushi, takoyaki, and the fruits. Yeah.Everything is also fresh and all so healthy. 去当地的市场看看，说不定也不错。不仅能品尝到北海道的新鲜食材，还能感受到人们温暖的内心。やっぱり札幌は自然と大都市のそういうバランスがすごく良くて、仕事が疲れた時は会社から出てすぐ5分ぐらい歩いてすぐ。森とか川とかありますね。すごくなんかフレッシュできます。就像中国出身的闫妮所说，在札幌既能享受到城市的便利，又可以享受大自然的美好。这里没有压力的生活，可是无论在日本的哪个城市，都享受不到的。学生時代に知り合いになった友人、外国人の友達と一緒にホームパーティー。やったりとか、そういうが多いですね。和朋友闫妮一起开心烹饪的女士，哈里斯瓦在札幌研究植物学。Sapporo is a very good location for my study because it has many experimental fields around and also many natural areas where I can do my research. Sapporo, I would recommend to any student because it's very easy to.Adjust to for the lifestyle and also really convenient. It's not that big of a city, but it's also not the countryside, so it's a good compromise. 就像大家所说的，札幌是个宜居城市。为大家介绍一处能够帮助你在札幌生活更加舒适的地方。札幌国际交流中心。外国籍の市民の方々に
地域の一員として過ごしていただくためにですね、多言語による情報の提供、防災の啓発事業、それから無料の法律相談会の開催ですとか、あるいは市民の方々との交流、こういった事業をやっております。札幌の魅力はたくさんありますので、札幌国際プラザを利用いただいて情報を得ていただき、いろんな人々と知り合うことで有意義な生活をしていただければと思っております。我们期待着各位来到札幌，和我们一起度过充实的生活。 Life in Sapporo is very very convenient. I visited some other cities and definitely Sapporo is my favorite.